合併の歴史。合併、二つ以上の会社などが一つになり、新しい会社を設立することを指します。日本プロ野球の歴史においても、90年を超える長い歴史の中で、様々な形態の合併が行われてきました。大東合併や九州合併など、その手法は様々ですが、これらの合併はプロ野球の発展や変革に大きな影響を与えてきました。今回の動画では、プロ野球における球団合併の歴史に焦点を当て、過去に行われた全ての合併について解説していきます。それでは、本日もよろしくお願いします。1941年2月3日、日本プロ野球界で初めての球団合併が行われました。合併の対象となったのは、翼軍と名古屋金庫軍の2球団。この合併は、戦時下の厳しい状況に対応するために行われました。選手の招集や資金不足などの影響で、両球団はそれぞれ単独での運営が困難になっていたのです。翼軍はもともと東京セネタースとして設立され、後に翼軍と改名しました。名古屋金庫軍は名古屋新聞社が経営する球団で、名古屋を本拠地としていました。合併により新たに誕生した球団は太陽軍と名付けられました。この合併については名目上は大東合併とされていましたが、実際には名古屋金庫軍の親会社である名古屋新聞社が球団経営から撤退し、翼軍の有馬頼康と名古屋金庫軍の大宮逸三郎による個人経営となっています。このため、翼軍による名古屋金庫軍の九州合併と解釈されています。ちなみに名古屋新聞社は名古屋軍の親会社である新愛知新聞社と後に合併をし、中部日本新聞社、現在の中日新聞社となっています。なお、太陽軍という球団名となっていますが、後に誕生する太陽ホエールズとは別球団です。太陽軍は1943年に西日本鉄道が経営を引き継ぎ、チーム名を西鉄軍と改称。しかし、戦時下の経営困難は続き、1943年限りで解散となりました。この西鉄軍が消滅後から8年、2度目の球団合併はその西鉄が絡みます。それが、西鉄クリッパーズと西日本パイレーツの球団合併です。この合併は、戦後のプロ野球再編の一環として行われました。西鉄クリッパーズは、1949年に西日本鉄道、西鉄を親会社として設立、パリーグに加盟し、福岡を本拠地として活動していました。一方の西日本パイレーツは1950年に西日本新聞社を親会社として設立され、セリーグに加盟しました。しかし、パイレーツは経営難に直面。それを見越した西鉄がシーズン途中よりクリッパーズの強化を期とした。九州合併を西日本新聞に持ちかけ、1950年9月には合併に関する正式契約を調印。ですが、1950年オフに読売新聞が広島と太陽合併、西日本解散を提唱し、それに猛反発。巨人総監督の三原治を新監督に迎えるなど、チーム力の向上を図るも事態が紛糾し、リーグ内で孤立。1951年1月1日、読売新聞は西日本の脱退を前提とした記事を掲載。西日本側の関係者はこれに猛反発。1月10日のセリーグ代表者会議では、西日本と広島の整理問題が先送りされると、1月30日に西日本側は、セリーグの圧迫に耐えられないとの声明を発表し、パリーグの西鉄クリッパーズと合併しての新球団西鉄ライオンズが誕生しました。続いての合併は1952年のシーズン前、セリーグの代表者会議にて、シーズン勝率が3割を下回る球団には処罰を与えるという申し合わせがされました。この背景には、当時セリーグは7球団で行われており、奇数の球団数が日程調整を難しくしていたことがありました。それを偶数に戻すことを念頭に置いた決定であったと考えられています。シーズン序盤は松竹が勝率3割前後、広島が勝率3割を大きく割り込んだため、広島が消滅することが有力視されていました。しかしシーズン終盤になり広島が勝率3割に復帰。一方の松竹は負けが込み、勝率2割8分8厘の最下位でシーズンが終了。申し合わせの対象となってしまったのは、
セリーグ初代チャンピオンの松竹ロビンスでした。松竹ロビンスのオーナーである田村駒次郎は一旦来期の球団存続を表明しつつも、実質親会社である田村駒が多額の負債を抱えていたこともあり、最終的には大洋ホエールズとの合併を選択しました。1953年1月11日、松竹と大洋漁業関係者による会談で対等合併が合意され、大洋松竹ロビンスとなり、田村は球団経営から退きました。なお、大英に対抗して球団経営に参画しただけの松竹は当初から野球に熱意がなく、1954年12月に松竹が球団経営から撤退し、大洋漁業が単独で球団経営を継続。球団名も大洋ホエールズに戻すことになり、実質的には大洋による松竹の吸収合併となりました。1957年、大英スターズと高橋ユニオンズの球団合併が行われたのは、経営難に直面していた高橋側が大英に吸収合併されたものでした。大英スターズは1948年に大英が金星スターズを買収し設立。大英は映画会社としても知られ、その資金力を背景に球団運営を続けていました。一方の高橋ユニオンズは1954年に設立。3年間活動していたものの経営難から抜け出せずに合併に至りました。1957年2月25日、正式に両球団の合併が発表され、新たな球団大英ユニオンズが誕生。この合併により高橋ユニオンズは消滅。その選手たちは大英ユニオンズや他のパリーグ球団に分配されました。しかし、その大英ユニオンズはわずか1年で再び合併の波に巻き込まれました。1957年、成績が低迷していた大英ユニオンズは、毎日オリオンズと対等合併。新球団毎日大英オリオンズ、通称大前オリオンズが誕生しました。この合併をするにあたり球団を運営する新会社を設立。球団組織と法人格は毎日側を存続させ、形式的には毎日新聞社と大英の共同経営としたが、実質的な経営は大英側が掌握し、同社社長の永田正一がオーナーに就任する逆さ合併だった。この合併によりパリーグは7球団から6球団に球団数が削減。以降、現在も続く長期間にわたり、両リーグとも6球団制を維持することになりました。そしてこの合併以降、2004年までの46年間、日本プロ野球における球団合併、球団消滅はなかったのですが、2004年、日本プロ野球界は大きな変革の年を迎えました。その中心にあったのが、オリックスブルーウェーブと大阪近鉄バファローズの球団合併です。この合併は、近鉄球団の深刻な経営難が主な原因でした。近鉄グループ自体も多額な負債を抱える中、その中でも多額の赤字を出していたのがレジャー部門。中でも近鉄球団は年間40億円を超える赤字を抱え、経営を維持することが困難になっていました。その打開策としてネーミングライツ構想を表明するも、巨人の猛反対を皮切りにた球団もこれに追随、ネーミングライツ構想は失敗に終わりました。すると6月13日、近鉄がオリックスに譲渡する方向で交渉を進めているというスクープ記事が掲載。これが発端になり、プロ野球界全体が再編成の議論に巻き込まれることとなりました。特に、1リーグ制への移行を目指す動きが出たことで、選手会やファンからの反発も招きました。しかし、そんな騒動の中、8月10日、オリックスと近鉄は合併の基本合意書に調印しました。この合意では、新球団名をオリックスバファローズとし、本拠地を大阪ドームとすることが決定。ですが、合併に対する反発は強く、選手会は労使交渉を続けました。NPB 球団側と選手会の間で合併反対による交渉が続けられたが、合意には至らず交渉は決裂。9月18日と19日には日本プロ野球史上初のストライキが行われました。このストライキは多くの注目を集め、プロ野球界全体に大きな衝撃を与えましたが、最終的には選手会と球団側は新球団の参入を認めることで合意して合併が確定。その結果、2005年シーズンから、東北楽天ゴールデンイーグルスが新たに参入することが決定し、
近鉄バファローズは55年間の歴史に幕を下ろしました。以上、日本プロ野球界で起こった全6例の合併を簡単にではありますが振り返りました。この他にも東急フライヤーズと国民野球連盟、今でいう独立リーグ相当の、球団と試合を行っていた大英球団が経営に参加し、QA フライヤーズとなったりもありましたが、これは日本野球連盟球団同士ではないので今回は省略させていただきました。プロ野球の合併なども見たくないので、今後これ以上事例を増やさないでほしいですね。それでは、今回の動画はここまでです。今後も、このように野球の歴史や出来事について、解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録やいいね、コメントなどご支援いただけますと幸いです。また、X で色々とプロ野球のデータをポストしていますので、もしよろしければ、そちらもフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。